ワシントン DC にあるアメリカ眼協会のオフィス慈善団体とはフィランソロピーと社会的良好さを主な目的とする組織である。慈善団体の法的な定義は国ごとで場合によればその国の地域ごとで異なっている。その規制、税制、チャリティ法の慈善団体への及び方も違っている。慈善団体はその資金を個人や 組織の利益のために使ってはならない。財務数値は特にチャリティ評価機関が事前団体の財務上の持続可能性を査定するための指標となっている。この情報は寄付者や社会に対する事前団体の評判、ひいてはその団体の金銭上の利益に影響し得る。事前団体は企業からの寄付金に依存している部分が多い。 このような慈善団体への寄付は企業のフィランソロピーの主な形を成している。免税団体の審査基準を満たすには慈善団体が限定的に組織され運営されなければならない。免税審査を受けて通るには慈善団体が公益に従いすべての非課税所得が公益を目的にせねばならない。例えば英連邦の多くの国では 事前団体が公益を与えていることを証明する必要がある。ありがとうございます。